皆さんこんにちスワイプ佐伯よりです。皆さんこんにちスワイプ香原萌です。ガンガン GA の最新情報をお届けするガンガン GA チャンネル、今月も開始いたしました。わーい萌ちゃんさ、うん、今日さ服かわいいじゃん。すごい夏じゃん。夏今日さ、うん、外寒くてさ、わかるめっちゃ寒いよね。びっくりした。あれみたいな。めっちゃ寒くてさ、夏なんだよなって思いながらさ、長袖着てきちゃってさ、うん、もう自分のことしか考えてなくて、うん、で季節感がね、すごい季節感ちょっと違うんだよね。季節の変わり目な感じで、うん、ここからこっちに移り変わってくるタイミングだから、そうそうそう、まあ、ちょっとね、わかんないよね、最近ね。ねえ、わかんない。皆さん、本当温度差気をつけてくださいね、うん、風邪を気をつけて、うん、今年度初4月から考えてね、そういろいろね、こうスワイプをこういっぱいさせてもらいましたけど、うん、そうだね、まあ、このガンガン GA さんに出させてもらうのが3回目なんか、年始の番組のあの、うん、コーナーで、はいはいはい、ね、うん、振り袖でスワイプしたから、そう、確かにさせてもらったりね。 それも入れたら4回かな。一番最初にこうスワイプした時ってさ、うん、うわ初めてスワイプだってね、左手難しいとか言ってた。そうそんな時間が経ったんだね。ね、初見症状全部は終わっちゃったね。終わりました。いや、なんかあっという間だったなって思ってね。うん、ちょっと操作してない、わかんない、無意識でやってるのかもしれない。怖い怖い怖い、ちょっと純粋概念発動しちゃってるかもしれない、ね、ちょっと自動発動してしまったのかもしれない。まあそんなね、うん、こんなで4回目なんですけど、うん、今回はなんと、はい、後半にゲストさんがいらっしゃる。そうなんですよ、初だね、はい、私たちの回で、そうそうそう、今回はですね、はい止めるな、すごい止める、びっくりした。違う、あの今回はって言いつつ、あれこれ言ってよかったのかなっていうのがちょっとよぎっちゃって。言って大丈夫なんですよね。だって台本に書いてあるもん。はい、今回は後半でテレビアニメ転生賢者の異世界ライフ第二の職業を得て世界最強になりましたに出演する遠野ひかるさんをお迎えして、たっぷりお話を伺う予定です。はい、はい、こんな感じで、もう髪の毛ボッサボサ。ダメダメ、この後ね、ちゃんと直してもらおうね。はい、まあそんな感じでね、まあ、うん、楽しい、また一日になりそうですね。楽しみ、うん、いろんなお話聞いていきましょう。はいはい、それではそろそろオープニングページをめくりましょう、うん、せーの、スワイプスワイプ。佐伯と香原のガンガン GA チャンネル。佐伯と香原のガンガン GA チャンネル、この番組はガンガン GA と漫画アップ、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。ガンガンオンライン6月の最新刊は、令和元年雛見沢村、日暮らしの泣く頃に、レイ鬼起こし編1、不幸な老いたちの娘が幸せを手に入れる下克上ファンタジー。私のお母様は追放された元悪役令嬢でした。平民ブス眼鏡の下克上1、彼がヒロインで私が王子様、地味っ子女子高生と学校の人気者の秘密共有逆転シンデレラストーリー、内緒のシンデレラ1、私の幸せな結婚著者が描くもう一つの結婚譚、宮廷のまじないし1、最強魔法使いからの独占欲ルートに突入しました。家から逃げ出したい私がうっかり憧れの大魔法使い様を買ってしまったら1、その他の新刊はこちら、ガンガンコミックスオンライン発売中。ガンガンオンライン。お送りしております、佐伯と香原のガンガン GA チャンネル、続いてはこのコーナー、ガンガン GA ピックアップコンテンツ。はい、はい、ここからはガンガン GA チャンネルがおすすめする情報を取り上げ、皆様にご紹介していきます。はい、今回ご紹介する情報は2作品、まずはこちらです。
処刑少女のバージンロードはい、というわけで断末以来7年ぶりに大賞を受賞した話題作、うん、処刑少女のバージンロード、もう最終話まで全て終わってしまったという。早いんだよね。そうなんですよ。そんなっていう、もう抜け殻白い私はダメだよ、まだいろいろと残ってるからね、まあ、処刑人目の役に私佐伯より、うん、はい、そして迷い人あかり役に、はい、萌ちゃんということで、本当に作品自体もすごく期待されてるものだったと思うし、うん、私たち結構長い時間かけて、うん、いろんな場所でね処刑少女の話させていただいて、うん、やっと放送されて、うん、それが3ヶ月経って発表から合わせるとすごい長い時間かけて一緒に来たなって感じで、うん、すごい個人的な、うん、あの感想なんですけど、あのガルムまでももちろん面白いんですけど、私リベール編すっごい好きで、うん、なんかリベール編に入った途端から、うん、重みとかスピード感がすごいなんか、うんうん、速くなったというか、そうだね、なんか全体的にこう緊張感がぐっと増した感じするよね、うん、そうそうそう、いろんなこの人間関係キャラクターの関係性とかが、うん、こうぐっと深くまた掘り下げられてたのが、うんうん、リベール編でこう明らかになってたから、うん、だから逆にこのリベールが終わってまた1話から見たくなっちゃって、ああいいですね、そうで、うん、またこれを1話から見たら、あかりとめのってこういう関係性だったっけみたいな、うん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 、とかなんかすごいわかる気がして、何週も何週もしたくなるというか、でなんか最終話なのにちょっと気になる終わり方しませんでした、うん、ね、そうそうなんですよ一番最後なんかちょっと期待しちゃうじゃんね、ねそうなんですよ、あの終わり方はもうえ続きはないんですか原作コミックスっていうのはまだまだ展開していくし、うん、あの続きも面白いんですよ、原作買ってみてください、見てください、まあメノを演じてね、うん、やっぱり、まあ、私自身こうメノと一緒に成長していくというか、うん、誰かと一緒にいることによって何かが変わっていくっていう、その心の中の変わり、なんだろう、変化を、うん、なんだろう、一緒に私が歩んでったなっていうのがすごくこの12話の中で強い思い出かな。オンエア見て、うん、あら私こんな元気にやってたっけってちょっと自分でびっくりして、メノちゃんとのやりとりとか、うん、他の関わりとか街並みを見る感じの表情とか、うんうん、合わさるとこんなになんかキラキラした女の子に見えるんだっていう、うん、いや私ね、あかりがすっごい好きになった、アニメの11話、うん、12話ぐらいで、うんうんうん、あかりってなって、そんな思いでいや本当に、いや本当に好きになる、なんか本当にあかりに、うん、あかりのキャラクター性に引っ張ってもらえたなっていうのはすごく思った、うん、いいね、うん、イオリンとあかりに引っ張り上げてもらった私とで成長できたかな二人ともね、そうだね、まあ、あとね5時間ぐらいは語れそうだけどね今回私たちがね、あの処刑少女で印象に残ったシーンというのをね、うん、まとめてみました、お、はい、まとめたのは私じゃなくてスタッフさんなんですけどまとめていただきましたね、まとめていただきました、あのおっぱい女、早速先輩と慣れ慣れしくしやがって。起きた。ダメだね、やっぱり BGM が、ね、笑っちゃう。私の姫殿下。やっぱこれなんだよ。お前たち、なぜここにいる？もちろん、姫殿下を探しに来たのです。陛下が異端審問会で大変な。こんな時に城を出られるとは、うん、父上は父上、私は私だ、しかしこうも早くバレるとはねいやいや、あのいでたちでバレないと思える神経、さすがお姫様は違うわこのままもいいなこの子は人殺しをしたくないんだと思います。その子だけじゃない、本当はここにいるみんなが嫌なんです。大好き、ね、かもな。でだからマスター、私だけを悪い人にしてください。私が誰よりも多くの異世界人を殺します。あの子やみんなの代わりに。だから。みんなの代わりにお前が殺すって。メノ、お前は魔導素材としてはまだしも、動力量は中の下だ。はい。
身体能力に至ってはそれ以下、下の上。怪しいよね。記憶力、起点、応用力、頭の出来はまあまあだな。中の中。はい。顔は悪くない。男女問わず相手をたぶらかす素質はあるだろう。上の中だ。はい。総合して下の上。その程度のお前が私のようになってみせるというのか。ここいいな。はい、マスター。私はあなたと同じではなく、あなたにしてください。史上最多の禁忌を勝った清く正しく強い悪人に。映り込み。よくもよくも、お前のせいで。泣いた。これはモモ、まさか血脈を。ダメだ、白物とも崩れるぞ。うるさい邪魔、死ね。嫌いだもん、先輩以外先輩の全部が好きなのに。こんなの許さない、絶対に絶対に。全部嫌い、大嫌い、先輩以外みんな死ね。すごいよね。豪快だな、モモは。あかり、ありがとう。あんたね、質問しといて。はい、メノちゃん、あーんてして。てんやーてんやーてんやー。かわいい、かわいい。これ美味しい。スイカよ。スイカなの？私の知ってるスイカとはちょっと違うんだけど、いや、でも味は確かにスイカっぽい。あー、いいシリーズね。わかりでしたね。うん、でもこれ、あの、私たちね、もうちょっといろいろとあげてるんですよ。結構頑張って絞ったの。うん、絞ったんだけど、今ここにイオリンが選んだやつがね、載ってるんですけど、あ、全然絞ってない、この人。まあ、一番最初に出たのが、アーシュナさんの初登場。アーシュナさん。あのね、曲がすごい好きで、こりゃ外せないだろうと。サウンドトラックのあの、アーシュナ専用 BGM 楽しみだな。あ、そうだね。そうなんですよ。初見少女のブルーレイのね、特典でね、サウンドトラックがあるんですけど。そう。絶対に入ってるだろうと、うん、これは期待したい。そう、次がね、続いて、うん、幼いメノと、そうだそうだ、シーンですね。うん、ちょっと気だるげな感じのフレアさんの勝利がすごく好きで、うん、あの時のメノちゃんは、うん、いわゆる何もわからない、そうだね、真っ白な状態、状態だったのが、うん、こうフレアと出会うことによって生きる道は、うん、こうなんだっていう、まずまずの指標を見つけるというか、そうだね、そうっていう出会いの仕方をしてね、うん、すごい出会い方だなっていうのを思って、ねー、ほんとに。3つ目がモモ激怒。これは2人ともあげたね、ね、外せんよ。外せんね、あれはね。なんかこのモモの、なんだろう、言葉が好きで、あの、お口は悪いんだけど、この自分の気持ちが全部出てるのがすごい好きで。ああ、そうだね。もう本当に憎いんだなと思って。本当に憎いし、本当にメノのこと大好きなんだなっていうのが分かるシーンで。なんかあの言葉のストレートさが、すごいモモ、すごい魅力的で好きだなっていつも思ってて。それが、もう、顕著に出たのが、すごいいいシーンだなって思った。4つ目は？スイカ。スイカだ。うん、そこね、可愛いんだよね。なんかそのリベールに来た時の、来たての、うん、あの、お話が結構のほほんじゃないけど。そうだね、なんか楽しい回だったね。そうなのよ。すごい行きたくなったなって思った。うん、すごい覚えてるのが、うん、アフレコ台本に、てんや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 って書いてたの。確かに。あの、エコーの数だけ、てんやって文字で書いちゃったね。そう、書いてあった。で、イオリンがこれって、てんやって、てんや、てんやって言うんですよ。ちゃんとエコーになってたね。よかった。
テレビアニメ処刑少女のバージンロード放送は最終話を迎えましたが、現在各種配信サービスにて全話好評配信中です。すべての話数を一気見できますので、まだ見てないという方はぜひぜひご覧ください。はい、そしてまだまだ作品にちなんだお知らせがございます、原作は第7巻まで、コミカライズは4巻まで発売中なんですけれども、なんと本日が4巻の発売日ということで、ほやほやとなっております。ぜひともほかほかのうちによろしくお願いいたします。さらにブルーレイが現在予約受付中となります、初回特典にはさっき言ったオリジナルサウンドトラック、はい、入ってるといいね。入ってるといいな。はい、佐藤真人先生書き下ろし短編小説、すごい、これいいですよ、そして処刑ラジオラジオ CD などなどスペシャルな特典が同梱となっております。ここでブルーレイ特典に同梱されます、佐藤真人先生書き下ろしの短編小説のタイトルをご紹介しちゃいます。処刑少女のバージンロード外伝、時計少女のベールダウン、迷い人はこの世界にとって厄災だった、ついに明かされる明かりの一周目の真実、これは彼女が彼女とやり直すための物語ということで、しかも上下感あるんだね。そう、上下感あるそう、そうなんですよ、なんでぜひとも絶対にゲットしていただきたいものでございます、はい、処刑少女のバージンロードブルーレイは上下感全2巻での販売となります、また各販売店オリジナル特典もあるそうです、はい、価格や発売時期などの詳細は公式ポータルサイトをチェックしてください、はい、続いて俺の生きる道ラーメン生きる道コラボコラボメニュー追加、パンデモニウムのパニックラーメン生贄を添えてオンライン販売は6月19日日曜日から7月18日月曜日かっこ祝日です。これ写真見た見た写真さ、なんかスープの色がさどよどよした、まあ、しというか感じになってて、そう、何味って思ってそう、はい、なんかどんなラーメンかと言いますと、セメントスープと呼ばれる煮干し出汁のドロドロスープに、パンデモニウムの生贄を表現した色鮮やかな食用花を浮かべ、食べていくにつれ美しい花が沈んでいくことで純粋概念生贄釘を再現、オンライン販売やってますのでぜひお取り寄せしてみてください、お願いします。またコラボラーメンをご注文の方全員にミニステッカーをプレゼント、やった、価格などはこちらに出てます、みんなチェックしてください。はい、そして目の7分の1スケールフィギュア好評予約受付中です。ニリツ先生が描くティザービジュアルをもとに、ふわっと舞い上がった髪の毛や衣装の躍動感、クールで美しい表情などを完全再現いたしました。さらにアミアミ様にて笑顔、フェイスパーツが付属されているアミアミ限定版も予約受付中、クールなだけではなく笑顔のメノウもぜひお手元でご覧ください。予約締め切りは7月上旬頃となりますのでお早めに。さらに6月25日土曜日より、処刑少女のバージンロード in ニュータイプ新宿にて、コラボカフェの開催が決定しました。本編に登場したメニューに加え、佐藤真人先生考案のメニューや、各キャラクターをモチーフにしたドリンクをご用意いたしました。7月10日日曜日までの期間限定となりますのでお見逃しなく。一緒に行こう、行こう行こう一緒に行こう。ちょっとさ、佐藤真人先生のメニューがすっごい気になる。気になる。キャラクターモチーフのドリンクといえばコラボカフェの定番だけど、どんな感じなのかな。ねえ、楽しみですね。ねえ、はい、そして明日6月24日配信の処刑ラジオは最終回です。ゲストに編集ヌルさんをお迎えし、アニメでは語られなかった原作の裏側エピソードや、原作サイドから見たここだけは譲れないおすすめポイント、佐藤先生からのこだわり部分などをご紹介。すごい、アニメファンも原作からのファンも必見のお楽しみの回となっております。というわけで引き続き処刑少女にご注目ください。以上、処刑少女のバージンロード特集でした。絶賛発売中のヤングガンガンコミックスは、幼なじみとのファーストキス、それは好きとは何かを考えるきっかけに、痴漢されそうになっている S 級美少女を助けたら隣の席の幼なじみだった5
皇帝陛下のお世話係。女官暮らしが幸せすぎて高級から出られません。1さよならエデン、3触らぬ2人は何をする、2もよろしくね。ヤングガンガンコミックスは毎月25日頃発売。ヤングガンガン。俺は佐野雄二、スライムと出会って最弱の職業テイマーと最強の職業賢者の力を手に入れた俺はとてつもない冒険に巻き込まれることになってしまった。冒険者に次ぐ現在万に近い魔物がこのファスタンへ向かっている。みんな15分で終わらせるぞ。準備完了。いつでもいいよ。私の力で運ぶわ。さあ飛び込んで。皆さんしっかり捕まっててください。正気？マジかよ。無理するな。お前テーマーだろ。問題ない。焼き尽くせ。終焉の効果。僕ら誰もが秘めたる力を持ったモンスターだとして目覚めさ。おかしい。弱すぎって意味だよな。強すぎておかしいって意味だ。見つけたぞ冒険者ユージ。この汚れた世界に消えさえよ。どうやら俺の能力は結構すごいらしい。だからといって面倒には巻き込まれたくないのだが、やってみるか。転生賢者の異世界ライフ、2022年7月放送開始。はい。というわけでガンガン GA ピックアップコンテンツ、続いての特集作品はただいま最新 PV をご覧いただきました。転生賢者の異世界ライフ、第二の職業を得て世界最強になりましたです。はい。なんと本日はですね、こちらの作品に出演する素敵なゲストをお迎えしております。転生賢者の異世界ライフのスラ役、はい、そしてスラちゃんズ、スラちゃんズ三角、スラちゃんズ三角、スラちゃんズ三角、はい、そうスラちゃんズメンバー、はい、遠野ひかるさんです。はい、よろしくお願いします。こんにちは。スワイプ。あー、これやっていいやつですか？私やっていいのかな？もちろん。もちろん。もちろん全員カメラ目線で、バッチリ決めてください。これやりたかったの。こんにちは、スワイプ。あー、めっちゃ嬉しい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、遠野さん、ちゃんとお話しするのこれ初めてなんですよね。そうですよね。ドキドキしてます。初めまして感すごい。そこすごい。はい、ただよろしくよろしくお願いします。ご丁寧ご丁寧。今日を機にお近づきになりたいと思っている、うん、ぜひいいですね。あ、そう、うん、私はね、うん、このピートもともとマブなので。マブなのね。マブだったんだね。マブだったんだ。勝手にマブだと思ってた。いいと思う。いいと思うよ。お世話になってまーす。お世話になってまーす。やっほー。やっほー。みたいなフランクな関係なんですけど。私はね、トノピーって呼んでるんですけど。あ、私のあれ、距離感バグってるから。ちょっと、私の距離感がバグってるから、ちょっとダメだったらあれだけど。カモンです。じゃあ今日、キニー。トノピーと、うん、じゃあ、お呼びします。やったえ、なんて、どういう。私はね、萌えちゃんって言ってる。萌えちゃん。萌えちゃんね。今日一です。はい。はい、じゃあ、トノピー萌えちゃんね、よろしくお願いします。はい。ぜひとも。じゃあ、まずはですね、うん、トノピーが所属するスラちゃんズについてお話を伺っていきたいと思います。はい、はい。私たちスラちゃんズはですね、テレビアニメ、転生賢者の異世界ライフの広報担当として、うん、YouTube、Instagram、TikTok と、まあ、様々な SNS を、まあ、フル活動した、はい、宣伝活動を行っております、うんうん、そんな中で私たちと応援してくださる皆さんのモチベーションをアップするためにスタッフさんがご褒美を用意してくださってまして、そのラインナップがこちらになります。ずらーっと、わー、すごい、いっぱいいっぱい。 YouTube、Instagram、TikTok? そうなの。 TikToker よ、もうスラちゃんズ TikToker だね。そうなんよ。すごい。みんなで頑張っておりますぞ。へえ。いいです。いいです。もうだって1万ってすごい、まず。1万からそう。そう、最初見た時びっくりしたんだけどさ、今、この番組の収録
今ですね、うん、収録のタイミングですでに11万ポイントを達成しているという、だってもう下から2番目じゃんもう終わるじゃん。そうなの、ね、しかもなんかもともとね15万が最終だったんだけど、うん、結構ね応援してくださってで、うん、そのおかげで11万、12万とこう追加のご褒美が、そうなの、すごい増えまして、それ獲得に向けて頑張っているよという最中ですね。へー、うんうんうん、で4万ポイントの達成記念として、うん、まあ、今回はガンガン GA チャンネルさんに出演させていただくと、ありがたいですね。52万までだけどさ、13万ポイントからはないの？あるんでしょ、頑張ったら。頑張ったらどうかな。じゃあもう、みんなで、もう12万、もうすぐ、みんないいねして12万貯めて、もう13万をすぐ出してください。そう。そうね。でもみんなは結構好き放題言ってるの、なんか、美味しいもの食べたいと。でもこの活動の、インスタグラムの更新で、毎回、こう、映える食べ物と一緒に、写真を撮ってインスタグラムを更新してるんですよ。おー、つまりもう毎回のインスタグラムの撮影が結構なご褒美、うん、だったりして、そう、みんなだからインスタグラムの日大好き。美味しいもの食べてる。YouTube も好きになってよ。じゃあもろもろの SNS 要チェックですね。全部見ていただけると嬉しいです。はい。それではここで、トノピーが所属するスラちゃんズがこれまでどんな活動をされてたのか見ていきましょうということで、うわ、見せてくれた。あ、え、かわいい。かわいい。これは、インスタグラムですね。あ、映えてるね。これは原宿に繰り出しましたね。はい、ペケスラ役の花江美春とともに、いいんじゃねっていう感じで撮った。あー、これこれ。美味しそう。これパンケーキなんだけど、ちょうどね、なんかこうスライム色っぽい、確かにケーキがあったのよ、チョコミントの。あ、チョコミントなんだ。そうなの、めっちゃもりもりでしょ。クリームすごくない？すんごいな。すんごい。すごいよね。すんごかったよ。というわけで、ここからは作品のご紹介をさせていただきます。はい。原作は新興初頭先生が2017年に小説家になろうへ投稿され、2018年より GA ノベルにて刊行中の小説です。うん、突然異世界に召喚されたブラック企業の社畜、佐野裕二が、その世界で冒険者になることも難しいとされるテイマーという、不遇職を与えられる、うん、しかし仲間にしたスライムのおかげで様々な魔法、そして第二の職業賢者を手に入れ、無自覚ながら最強の力で無双する姿を描いています。スライムがすごい活躍ほんとすごいの？すごいの？すごいの？なんか魔法人みたいな展開してそう、めっちゃかっこよかったですよ。すごいのスラちゃんズ。そうなのよ、なんか思った以上にサイズ感も可愛らしい感じで、なんかどう活躍するのかっていうのも気になるところですけど、すごい大量にいるんだけどね、スライム。そうなの、いっぱいいるの。そう、その代表のスラちゃんズなの。そうなの。おー、選ばれし。選ばれし。選ばれし。こんなところからどこじゃ。おー、ええねー。まあこんなね、魅力的なキャラクターたちもたくさんですし、まあ、なんといっても、まあ、BV 見ていただいたらわかると思うんですけど、爽快なんですよね、この戦闘シーン。とってもスカッとしますよね。確かに。まあ、ユージはね、全くの無自覚なんですけれども、実はとても強い。不遇職なのに強い、こんなわちゃわちゃした仲間を連れているのに強いという、驚きの無表情っていう、驚きの無表情。そう、そう、全くテンションが、ブラック企業の社畜だったからかな。あー、そうなのよ。なるほどね。え、お話ししてもいいな。え、もちろん。あの、小林千秋さんが演じるユージはですね、ブラック企業の社畜として働いていたところ、異世界に召喚されました。職業は不遇扱いをされている魔物使いテイマ、仲間にしたスライムたちのおかげで第二の職業賢者を手にしますが、その強さを自覚していませんということで、こういろんな仲間をこうテイムしていくの。あー、なるほど。テイムするってこと？そうなの、そう。この冒険者として強くなるのは難しい職業とされている。確かに。で、
しかしユージさんは強いんですね、うん、この第二の職業賢者を手に入れることによって、うん、なんかさ、その、うん、賢者を手に入れた過程みたいなすごい気になるね、すごい嬉しそうな顔したけど気になっちゃう、気になる気になる、そのシーンね、うん、アニメで見れるかな言うかな、露骨な誘導のシーンなんですけど今どこまで行っていいのか分かんないけどあ、ね、すごい気になるよね、だからそこ大事なの、仲間にしたスライムたちのおかげで賢者を手に入れるっていう、なるほど、すごい気になる、ここにもスライムが関わってくるんだ、まだまだキャラクターいますぞ、はい、うん、じゃヒロインのドライアドさん、うん、かわいい、ワッキーあずみさんが演じております、うん、森に住む精霊さんですね、うんうんうん、で最初人間を怖がっていたんですけど弱っているところをユージに助けられ、それ以降協力をするようになりました、うん、かわいいですね、かわいい、そうドライアドさんはねもう精霊ということで、うん、とても清い存在なんですね、うん、おー、うん、清いんだ、清い、もう清らか、眩しい、もう透けて見えるぐらいね透けて見えちゃうそれどうかと思うけど、さっきの PV でもちょっとお声が聞けましたけど、ね、うん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 、確かに清さが出てますよね、うん、すごい、どんな風に活躍してくださるのか楽しみのところですね、はい、あ、こちらは強そうでしょ、強そう、強そう、ブラウドウォルフさんかっこいい、めっちゃかっこいいでしょ、うんうん、僕高木渡さん演じるブラウドウォルフさん、友人によってテーマされた狼型の魔獣です、うんうん、しかし強そうな見た目とは裏腹に実はとっても臆病、あらあら、戦闘となると真っ先に逃げます、かわいい逃げちゃうんだ、うん、冒険者なんですよね、ユージは、そう、うん、でその冒険者って結構危険な目に遭うんじゃ、そうなの、大変な旅になるんじゃ、そう、今こそ戦う時無理無理逃げるわっていう、でもこの見た目に入ってビビリなんだけど、うん、頑張ってくれるでしょうっていうところもね、そう、アニメでは期待したい、うん、楽しみにしていただければそしてそしてトノピーも演じていらっしゃる、そうですよ、そうですよ、もう一回トノピースライムたちのご紹介をぜひ、はい、これね、いろんな個性のあるスライムたちたくさん登場するんですけれども、う特にね、こうスラちゃんずっとしても活動しているのがこの6匹、うん、どうやって数えるんだろう、 6個体ございますね、眼帯をしているパッチ、うんうん、葉っぱがついてる葉っぱ、ヒゲがついてるヒゲすら、うん、でペケがついてるペケすら、眉毛がついてる眉すらっていうね、はい、とても可愛い、表情豊かな、見た目と名前がぴったんこ、覚えやすいという、スライムたちになっておりますよ、スラちゃんはどんな性格なんですか、ね、なんかみんなこうアイデンティティがさ、わかりやすくある中で、うん、なんかスタンダードな感じで、そう、ツルピカ、え、何もないのよ、何もない、そうで、見てこの説明さ、キャラの説明一番最初にテーマしたスライムと、うん、で見た目は最もシンプルな形をしている以上でございます性格については書かれてないんだね、特にそうなのよ、まあね、一番最初に仲間になったんだ、そうなのですよ、まあだから、まあ、スライムといえばスラでしょと言います、うん、スラってみんなスラなんちゃかとか何スラとかなんだけど、まあ、うん、スタンダード王道タイプでスラということで、はい、皆さんここでクイズです、この中でスラはどれでしょう、まあまあスラね、とかほらスラ葉っぱちゃんとか、あ、これスラパッチですね、わかりやすい、うん、あ、ペケスラさんもいますね、うん、スラ5匹ぐらいいそうだけど、うん、ね、全部やってる、ちっちゃいのとかもね、ね、どれが本物のスラか、あら、皆様、あの、心の目で頑張って見ていただいて、はい、はい、綺麗な心を持っている方はきっとわかるはずですなるほど、なるほど、アニメでもね、そう、私の声を探していただければスラなのではないかと思われますアニメを見る楽しみがまた増えましたね、あ、よかったですはい、そんなわけで、7月のスタートが本当に楽しみな転生賢者ですが、うん、ここでなんと第1話の映像の一部を初公開できるそうです、すごい、はい、見たいですよね、見たい、はい、初めて見る、あ、そう、そうなんだ、うん、初めて見る、じゃあ全員初めて、楽しみ、ね、見てみきましょうか、はい、はい、それではご覧いただきましょう、どうぞ、
ことだ。本当に見たんだ、火を吹くスライムを。火を吹くスライムって？目の前でモンスターが炎に包まれた。まるで魔法みたいに。そりゃ有名だゲイル、スライムがそんな強力な魔法を使うわけない。うわー、気になる感じだな。なんかすごいプラダオルとスライム、ここね、肩ね、最後全部乗ってたけど、なんか結構いい、なんか強そうな雰囲気出してるね、すごくね。最初から強いと言ってるもん。強いんだけど、強いんだけど、すごい雰囲気、ゴッゴッゴッゴって感じだったね。余裕のなんか、肩乗ってるの可愛かった。可愛かったね。で、それって よく飛べるのよ。そう、跳躍力が素晴らしい。もう、あれが何すらなのかちょっと気になった。ぜひご覧ください。はい、それでは改めて作品のお知らせです。はい、テレビアニメ転生賢者の異世界ライフ第2の職業を得て世界最強になりました。まずは放送情報からです。なんと初回は第1話と第2話の連続放送にて7月4日月曜日24時からご覧の放送局配信サイトでスタートいたします。はい、続きまして楽曲情報です。ノンストップラビットさんが担当するオープニングテーマ無自覚の天才は7月20日水曜日発売予定です。そして聞こえてまいりました、この BGM、これはスラちゃんズが担当するエンディングテーマ、ご飯だよダダダダンですね。こちら7月27日水曜日に発売予定です。すごい、にぎやかだね、にぎやかすごいわね、ちゃわちゃわちゃわちゃ、なんかあれですね、スライムみたいな羽感。あー、なるほどね、スライムだね。ポヨンポヨンしながら歌ってそうな感じでスラちゃんズで歌ってる、すごい盛り上がりそうねえ、すごい楽しい曲でさ、なんか収録時のエピソードとかで、まあ26回一人ずつだったんですけど、それぞれすごい、今回あのセリフパートっていうのか、あの喋ってるところが結構盛りだくさんで、どんどん掛け合って重なっていく感じの勢いたるやっていう曲だったから、この100人入れるぞという強い意気込みを持ってとにかく頑張っているっていうのと、それぞれの6人の個性がすごすぎて、みんなそれぞれこう前に撮った人のを聞きながらやったりするじゃない。なんかすごいすごいけどこれ大丈夫そうみたいな、6人合わさった時大丈夫そうっていうぐらいすごい騒がしかったっていうので、どうなるんだろうっていうのをちょっとドキドキしながら待ってたけど、こんな素敵な仕上がりになりました。さすがですね。そうそう、楽しかった、そう、語尾とかね、あのキャラ感も個性も存分に詰まった楽曲になっているので、でしかもさ、これがエンディングに流れるわけだからさ、え、続き気になるってなったところで、ご飯だよになるわけですね。これでいいのかな。毎週楽しく終われそう。そう、ね、このエンディングのね、絵がね、またね、いいんですね。めちゃめちゃね、スラちゃんたちがね、かわいい感じのね、エンディングの、あの、映像にもなってますので、そちらもぜひ楽しみにしていただきたいなと思っています。小山はなんと、この楽曲の振り付けが、さっきほどのご褒美の13万ポイント獲得って作られるとのこと。さっきなんか発表あるかなとか言ってたよね。これだったみたい。これできた。どんな振りになるんだろうね。すごいね。ねえ、ご飯食べてれば完結しそうだ。ようやくありつけた。ね、戻ってるところが。見たい人はもう今すぐいいねですよ。そうだ。みんなが TikTok で真似しやすい、なんかこう、あ、確かにね、なんか手でみんなやってるじゃなく、ね、せっかくできた暁には皆さんにもぜひやっていただきたいですね。おー、はい、各販売店別オリジナル特典なども盛りだくさんとなっておりますので、ぜひぜひ公式サイトをチェックしてください。続いて原作とコミックス情報です。新興諸島先生著、風花風花先生イラストによる原作ノベルは
現在第10巻まで発売中。こちらにあります、うん、これですね。7月15日頃最新第11巻が発売予定です。ポンジェ先生によるコミカライズは第16巻まで発売中です。こちらもぜひよろしくお願いいたします。アニメ放送開始に向けて、うん、ぜひね、トノピーからコメントをお願いしたいな、うん、今回見ていただいたもう PV からキービジュアルから1話の頭までご覧いただいて、うんうん、より楽しみになってくださった方が多いのではという、私もとても楽しみになりました。無自覚ながらも無双していくユージの冒険、そして仲間たちの可愛いわちゃわちゃも一緒に楽しんでいただけると思いますので、ぜひぜひ絶対ご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでお知らせは以上です、はい、転生賢者の異世界ライフ第二の職業を得て世界最強になりました。皆様どうぞご期待ください。この後もゲストの遠野ひかるさんと一緒に番組をお届けします。お楽しみに。 GA 文庫6月の最新刊は、恋心を食べる少年と恋が苦手な少女の不思議な恋物語、恋を思い出にする方法を私に教えてよ2、いたずらでくすぐったい天然あざと女子とのマスク越し悶絶キュン甘青春ラブコメ、いたずらな君にマスク越しでも恋を打ち抜かれた2、すれ違いゼロの極甘ラブバトルが今幕を開ける。やたらと察しのいい俺は毒舌クーデレ美少女の小さなデレも見逃さずにグイグイ行く6、 GA 文庫は毎月15日頃発売。 GA 文庫お送りしています。佐伯と香原のガンガン GA チャンネル。それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介しましょう。はい、ということで今日は私たち、それからゲストのトノピー宛にもメールをいただいてます。ので、3人でお話できる内容がたくさんです。はい、読んでいきましょう。はい、ひがゆうさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さゆきさん、かはらさん、そしてゲストの遠野さん、こんにちスワイプ。こんにちスワイプ。処刑少女のバージンロードの作中には様々な魔導や純粋概念が登場しますが、うん、皆さんはこんな魔導や純粋概念は実際に使ってみたいと思うものはありますでしょうか。作中に実際に存在するものでもそうでなくても結構です。ちなみに私は明かりの純粋概念時を使って、スマートフォン向けゲームのガチャからあの日こじれた人間関係まであらゆる過去を修正したいですといただきました。ありがとうございます。まず、純粋概念から話さないといけないね。そうだね。まあでも使ってみたい能力みたいな感じ。あれですよね、それこそあの転生賢者の方も魔法とかが、うん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 、世界の中でそう存在している使ってる、うんうんうん、そういう中でなんか、あの日こじれた人間関係修正したいんだってめちゃめちゃ気になってる。また気になるよね。確かに。それ時戻したところでな、こじれた人間関係修正するのはこの日がゆさんが自力で頑張るしかないから、確かに。確かに戻すことはできる。時を戻せるだけだから、うん、確かにね。そこからまた頑張んないんだね。本人の努力次第ですごい難しい。何使っても結局なんか自分の力次第になりそうな気がしてきた。でもなんかこう日常生活とかで、うん、活用できそうな能力も、本当に私が手にするんだったら、うん、絶対そっちの方がいいよな、うん、あのファンタジーなんですけどまあ私は、うん、あの早く移動したい。利便性抜群にあるドア開けたら現場みたいな瞬間移動ですよ。あー、はい、任意の場所に瞬間移動できる。あー、いいなそれ、うん、これにします私は。いやー、うん、利便性ということを考えて、まあ、このひがゆさんのもうもうあのね、あの萌ちゃんの意見も踏まえ、うん、私は無を操りたい。無？純粋概念無？こう心を穏やかに過ごしたいときに、うん、この頭の中を空っぽにするという意味の無、うん、ど、うん、使いたいときに邪神を取っ払って、そうそうそう、ちょっと一旦休憩しようっていうときに、うん、ポッてしたら
スッてこう全てをこうスイッチみたいな感じでこれ使うのにやらなかったちょっと発音の形はもうあのお任せしますけれどもう完全なるにたどり着いてみたい。もしかして処刑少女のファンの方ですか？なんか第一話見られますか？原作の方から漫画ははいあの実は、はい、すっごいすっごい合わせに来てくれてありがとう。でもねなんかいい方の無だったね。うん、極度の緊張の時とかこうスッとできるとね確かにみんなスイッチになっちゃう。はいやはい。向からどうやって帰ってくるのかちょっと気になるところ。確かに。あでも自分の能力だからきっとコントロールできるはず。でも無なんだよ。何もない。あ無だともう無の能力すらコントロールできない。どうしよう。どうしよう。最終じゃん。使い捨てだね、周りに誰かいるところでその能力を発動するようにした方がいいかもしれない。30分後に押していただいて。やっぱスイッチなんだ。スイッチの逆にスイッチの方がいいのかもしれない。ね、逆にそっちの方がいいかもしれない。どんな状況でも目覚める能力できるだけギリギリまで寝てたいんですよ、うん、寝てたいけど、うん、でもギリギリまで寝てて、うん、寝癖直す時間なかったとかちょっと恥ずかしいわってなっちゃうから、うんうん、そこで起きればギリギリセーフっていうタイミングでシュッと起きてもシャ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 ッと準備をしてできる能力が欲しいですね、うん、一番身近だったねあなたもそこそこ身近だったわよでも私瞬間移動だからさ、うん、瞬間移動でもいいなって今更思った。ギリギリまで寝て瞬間移動できれば余裕だもんねあでもまあ瞬間移動するためには目覚めなきゃいけないから、うん、あそっか。そうそうそう、じゃあやっぱ先にまず目覚めることが大事かもしれない基礎中の基礎みたいになっちゃったけど続いてのお便り麦ころさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ネクタカーラさん、そしてゲストの東野さん、こんにちスワイプ。こんにちスワイプ。1月から転生賢者の異世界ライフ第2の職業を得て世界最強になりましたが、ついに放送されますね、うん、スライムたちが大活躍する本作品ですが、スライムは一般的に弱いキャラクターとして描かれることが多いですよね。そこで皆さんお聞きしたいのですが、自分はこういう作品の演出やシーンに弱いみたいなものってありますか？もしよろしければお話しください。ああ、このシーンが好きってことだよね。これやられると絶対グッときちゃうわっていうところでしょ。私は、家族関係にとても弱い。ああ、非常に弱い。スライムは一般的に弱いキャラクターからつながるかちょっとわかんないんだけどそう、グッとくるという意味では、うんうんうん、そう転生賢者はそういったシーンはあるんでしょうかね。あるんでしょうかね。ね、弱い、家族きっとみんなに刺さる転生賢者どはい、というわけで皆さんお便りありがとうございました。番組では引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています。ちょっとなんかいろいろとお便り含めてそうですし、前半では作品のこともスライムのこともたくさん語っていただきましたけど、うん、はい、改めてメッセージとかありましたら、はい、ぜひお願いします。私はこの転生賢者についてお話をさせていただき、そして二人が聞いてくれて、そしてガンガンチーチャンネルをご覧の皆さんが見てくれてる。こんなにありがたいことはないですね。皆さんに皆さんに応援していただいて、ご褒美をいただいて、ご褒美としてね、お邪魔させていただきましたけれども、転生賢者の魅力がちょっとでも伝わってたらいいなと思いますし、萌えちゃんと仲良くなれてたらいいなと思いますし、あ嬉しい、はい、あ、マブってマブを超える何かにもね、目指して、上を目指していきたいなと思います。はい、アニメはぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日のゲスト、アニメ転生賢者の異世界ライフ第2の職業を得て世界最強になりましたから遠野ひかるさんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。GA ノベル6月の最新刊は、破滅フラグを避けるつもりがどうして恋愛フラグが立っちゃうの？悪役令嬢でも家事がしたい、
死亡フラグを回避するため家事に没頭していたら竜の王子に好かれてしまいました。新たなるモフレルサバイバルスタート。モンスターが溢れる世界になったけど頼れる猫がいるから大丈夫です。その他こちらの人気シリーズも続々登場。 GA ノベルは毎月15日頃発売。 GA ノベル、進化した GA 文庫大賞、最高賞金は300万円、大賞金賞作品はコミカライズ確約、第15回後期募集中。世界を書き換えろ GA 文庫。お送りしております、佐伯とカハラのガンガン GA チャンネル。ここからはお知らせです。はい、はい、今回は、うん、作品の紹介のタイミングで、うん、アニメのそれぞれの、ね、お気に入りシーンっていうのを PV にまとめていただいたんですけど、あれじゃ足りないっていうことで、お知らせしてる間に、はい、ここに書いて、イラストで書いて、はい、紹介するっていう処刑少女の魅力を改めて最後に伝えられるように頑張ります。はい、じゃあまずは私からお知らせをしてる間に、はい、イオリンには絵を描いてもらおう。お願いします。はい、今月のガンガン GA はコミカライズ10タイトルが登場。まず現在発売中となる新作タイトルですが、今月は引きこもりから大将軍に大抜擢、でも弱いとバレたら即死必死の下克上、引きこもり吸血鬼の文言1、ようやく来てくれましたねメノウさん、処刑少女のバージンロード4、難関突破のジョブチェンジヒーロー、序列5位の序決と総国、そして姫と騎士の王道痛快ファンタジー第7幕、暗黒騎士の俺ですが最強のパラディンを目指します。7、初デートにオタク訪問、そしてついに2人は一線を、糖度上昇中、照れ隠し美少女との極甘ラブコメディ堂々完結。やたらと察しのいい俺は、毒舌クーデレ美少女の小さなデレも見逃さずにグイグイ行く。2、異世界を楽しむ、ゆっくりと生活する、スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。11、どこにでもいるおっさんがエルフの国の命運を握る、おっさん冒険者ケインの前行。9、最強賢者 VS 最強魔族、世界の命運をかけて総力戦開始、失格門の最強賢者、世界最強の賢者がさらに強くなるために転生しました。19、最強剣聖実家に帰る、最強剣聖の魔法修行、レベル99のステータスを保ったままレベル1からやり直す。3、竜のひげを求めドラゴンとの決戦開始、8歳から始まる神々の使徒の転生生活。6、テレビアニメ化記念バリューパック1から3巻セットで税込み定価990円、転生賢者の異世界ライフ、第二の職業を得て世界最強になりました1から3バリューパックが発売中です。ガンガン GA では他にもこちらの作品を連載しています。ますます作品が充実するガンガン GA はガンガンオンラインと漫画アップで同時展開中、ぜひ覗きに来てください。続いて漫画アップからのお知らせです。君のスマホにエンタメアップ、スクウェアエニックス全紙の名作新作300タイトル以上を基本無料で毎日配信する最強の漫画アプリ、その名も漫画アップ。今月は姉さんには見せられませんね、彼女の妹とキスをした、おじいちゃん錬金術師が若返り、最強ロストテクノロジー無双、極めた錬金術に不可能はない、万能スキルで異世界無双、目指せ脱ぼっち、最悪で最高な高校生活2週目ラブコメ、どうか俺を放っておいてくれ、なぜかぼっちの終わった高校生活を彼女が変えようとしてくる、冴えないヒロインの育て方の丸戸文明先生が生み出す新たなヒロインは一途な悪魔、ダメ男に惹かれる美少女の正体は実は悪魔の女子高生、エンゲージキス、身近にある死、少年はそれでも前に進む、友のために SF ハートフルストーリー、兵器たちの5作品のオリジナル新連載がスタート。また
オリジナル連載より以下の作品が発売中となります。はい、私のお知らせが終わりました。私からのお知らせが終わりました。ちょうど終わりました。うわ、はい、じゃあ私こちらです。でーん、あら、これははい、これはノリ、みんな大好き。あ、みんな大好き。お風呂のシーンだね。はい、私のこだわりポイントはここですね、やっぱり。あー、格差が、ここ格差が、格差が、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。じゃあ続きまして私がお知らせをするので、はい、頑張るぞ。はい、じゃあ私お知らせします。続きましてガンガンオンラインのお知らせです。今月はだって可愛いって思っちゃったんだもん。私の可愛いレジ袋猫。すべてを失った聖女が幸せを取り戻すための物語。忘却聖女。大魔導士、神獣、古代竜。転生した俺は最強だらけの島でのんびりスローライフを送ります。転生したら最強士たちが住まう島でした。この島でスローライフを楽しみます。が、アプリ先行で連載開始。続きまして、ヤングガンガンのお知らせです。現在、ヤングガンガンでは、夏の新連載構成開催中。すでに連載開始になった、退屈嫌いの封印術師、回復ローションで魔王を倒すことになった、異世界ビュルビュル攻略記に続いて、7月1日発売のナンバー14からは、世界地図再創ファンタジー、地球膨張が連載開始になります。まだまだ続く夏の新連載構成にご期待ください。もう一つ注目タイトルのご紹介です。コミカライズ版パワー・アントワネット待望の第1巻が7月7日に発売。フランス革命を拳で塗り替える最強王妃マリー・アントワネット。言ったでしょ？パンがないなら己を鍛えなさいと。宮廷舞踏界隈最強と言われるマリーの筋肉革命バトル、ついに開幕。さらにコミカライズ一巻には、原作西山明之助先生書き下ろし SS、中世はツインテールと共にありてを特別収録。最強王妃の筋肉譚は7月7日発売です。そして最後は GA 文庫からのお知らせです。まずは新刊情報から。やたらと察しのいい俺は、毒舌クーテレビ少女の小さなデレも見逃さずにグイグイ行く、6。他、人気の2タイトルも続刊登場です。はい、そして GA ノベルからは新作が2点。悪役令嬢でも家事がしたい。死亡フラグを回避するため家事に没頭していたら、竜の王子に好かれてしまいました。モンスターが溢れる世界になったけど、頼れる猫がいるから大丈夫です。以下の人気作続刊も刊行です。さらに、こちらの特装版が予約受付中となりまーす。また、いよいよ GA コミックから単行本が発売されまーす。続いてメディアミックス情報です。今回もピックアップでたっぷりご紹介しましたが、処刑少女のバージンロードは現在絶賛配信中となります。見逃してしまった方もこの機会にぜひチェックお願いします。そして7月からは転生賢者の異世界ライフ、第2の職業を得て世界最強になりましたと、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか4も放送開始。ぜひチェックしてください。というわけで以上 GA レーベル情報でした。終わったかい？早速発表していただきましょう、はい、どうぞ。ダン、メノウに撫でられて、うん、ママがくねくねしてるやつ。可愛かったよね、あそこね。そう、もっとですっていうママが可愛かった。すごい、よく再現されてると思います。ぜひとも動き付きでね、ぜひ、はい、ももの動き付きで見てほしいので、動き付きで見てほしいです、はい、アニメよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで以上、うん、お知らせのコーナーでした。
君のスマホにエンタメアップ。スクエアエニックス全紙の名作新作300タイトル以上を基本無料で毎日配信する最強の漫画アプリ、その名もマンガアップ。今月は彼女の妹とキスをした、極めた錬金術に不可能はない、万能スキルで異世界無双、どうか俺を放っておいてくれ、なぜかぼっちの終わった高校生活を彼女が変えようとしてくる、エンゲージキス、兵器たち、こちらの作品が新連載スタート。まだアプリをダウンロードしていない君は今すぐ漫画アップで検索。漫画アップ。佐伯とカハラのガンガン GA チャンネル、エンディングのお時間となりました。早いね。早いね。早いけど結構喋ったよ今日。喋った。処刑少女もそうですけど、うん、転生賢者の方もすごく魅力をいっぱいね、うんうん、伝えられたのではないかなと思います。うん、転生賢者は4月から、はい、もう放送ですからね。ということでぜひとも皆様はマストチェックですよ、うん、よろしくお願いいたします。ちなみにこれ転生賢者の放送って今日から数えて1週間ちょっとですよ。そっか、あと1週間ちょっとで、うん、放送か。そうだ。あ、楽しみだね。はい、というわけで佐伯とカハラのガンガン GA チャンネル、番組のお相手は佐伯よりとカハラ萌でした。次回も楽しいページめくりになりますように。せーの、スワイプスワイプ。毎日は退屈などしたって、なぜなら君が、何より君がいてくれるから。足が行く手を塞いでも Ever soft 乗り越えて to the top、 この手を取って行こう New World、佐伯とカハラのガンガン GA チャンネル。この番組はガンガン GA と漫画アップ、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。